民主労働党国民の家は、スウェーデン社会民主労働党とスウェーデンにおける福祉国家の歴史の中で最重要視されている政治概念である。また、1932年から1976年にわたる社民党の長期政権を表す用語でもある。場合によれば、スウェーデン式第三の道を示す概念、すなわち国民の家を資本主義と 共産主義の中間として考える向きもある。1930年代における、社民党の主要メンバーだったエルンスト・ウィグ・ホッシュや、ペール・アルビン・ンソンらが、地政学者のルドルフ・チェーレンから影響を受け、この概念を打ち立てた。そして、戦後に首相となるターゲー・エルランデルやオロフ・パルメの手によって進化することとなる。他にも、カール・ヤルマール・ブランティングも主要な提唱者の一人で、 あり、ウプサラ大学在学中にこの思想に出会い、後に首相となった。ハンソンは1928年にスウェーデンがより良い家のようにならなければならないと述べ、この概念を取り入れ、平等と相互理解を強調した。ハンソンは伝統的な階級社会を国民の家によってとって変わられなければならないと力説した。この概念は、 国有化が疑問視された際に打ち出され、社民党が初期社会民主主義運動において階級闘争を放棄することによって表された根本的な概念である。代わりに、社民党は機能社会主義と呼ばれる企業は政府による所有ではなく法によって統制されることを意味する計画経済を採択した。政府は個人的な部分への統制をさらに深めたが、 市民の福祉を増長するために必要な範囲に限定された。新しい社会を建設するためには良い教育が特に重要であると考えられた。その結果、スウェーデンは私立も含めて小学校から大学院まで無償で教育を受けることができる世界で最初の国家のうちの一つとなった。また、政府によって他の多くのサービスと共に 国民みな保険制度が適用されることとなった。1930年代に社会工学は国民の家において重要な部分の一つだった。グンナー・ミュルダールとあるバ・ライマル・ミュルダール夫妻による1934年の著書人口問題の危機は人口増加を扱うための急進的かつ進歩的な政策に影響を与えた。この時期には 公共部門の拡張を含んで、シグホシュの経済政策や、グスタフ・ミュラーによる年金制度改革、ミュルダールの住宅政策などにおいて変化があった。1940年代、50年代にかけて、貧困層が密集して暮らす地域にある老朽化した家々が取り壊された。代わりに、浴室と窓がつき、すべての部屋に火が入ってくる。 ファンクスと呼ばれる近代的な住宅が提供された。同じ方法により、1960年代、70年代にかけて都市均衡に増加する人口需要を満たすため、労働者階級のための住宅地区を建設する住宅100万戸計画が打ち出された。ミュルダール夫妻は、変質が高度に進んだ人間たちを淘汰するためには、必要ならば強制手段に訴えてでも、 不妊手術を実施すべきと主張し、1934年5月に精神病と疾病を予防することを目的とした、特定の精神病患者、精神白弱者、その他の精神的無能力者の不妊化に関する法律が制定された。これにより、政府によって障害者の男子が奨励されることとなり、1941年には本人の同意が必要と、 部分的に改正されたものの、身体障害者までがその対象となった上に、当局側が対象者を脅迫して半ば強制的に、不妊手術に同意させるといったケースも多かったという。これによって、男子法が制定された1934年から、本人の明確な同意なしには、不妊手術を認めないという法改正がなされる1975年まで、 62,888万件の不妊手術が実施された。その大多数が本人の明確な同意に基づく適正なものであったが、前日の通り、半ば強制的に手術を受けさせられたというケースが200件以上あることが報告されており、スウェーデン政府は当事者に対して賠償金を支払うという形で保証を行った。ありがとうございます。